皆さんこんにちは文化放送アナウンサー坂口亜美です今私の目の前にはピアノがありますということはそうついさっきまでオムフェの新曲をレコーディングしていました皆さんお待ちかねであろうオムフェの新曲ついに完成したんですはいその新曲というのがお隣さんの中で何回か、えー、取り上げてるんですけど アミの6日間という歌です。まあ、これはもともと愛の6日間という伏瀬明さんの曲があって、まあ、それを番組の中で何回か取り上げたんですね。でその曲の歌詞がすごいと話題になりまして、で私はそれに対して、いや私はそうは思わないってかなり文句を言ってたんですよ。だったらアミの6日間で作ればいいじゃんっていう話になって、満を持して作りました。 いや布施明さんの「愛の6日間」は男性目線から見た、まあ、女性への恋愛感みたいなものを歌ってるんですけど、まあ、今回の「アミの6日間は」は、まあ、私から見た恋愛感といいますか、まあ、私の1週間を覗き見できるような内容になっていますのでぜひその歌詞あとちょっと「愛の6日間」を意識した曲調にしてますのでそのあたりも楽しみに聴いていただきたいなと思います。 で今ここでレコーディングしたものを9月5日火曜日のお隣さんの中で放送しますおそらく9時台のスイカの種と柿の種のコーナーで放送すると思うんですけどいつもはこのコーナーリスナーの皆さんのオリジナル曲を流してるんですねここで初めて私の作詞作曲したオリジナルソングが放送に乗るということになりますいやオムフェの前へ はかけてもらったことあるんですけど自分が歌った曲って。 ってなるとちゃんとレコーディングしたもので言うと放送に乗っかるのは初めてかもしれないと思うと緊張しますし何といっても火曜日のお隣さんのパーソナリティあの高橋優さんなので、まあ、高橋さんの前でこの私のオリジナルソングを聴いていただくっていうのは、まあ、ちょっとどうしようかなと思うところもあるんですけどでも自信はあります。もうねこれ歌詞のストーリーリ性 ととかだけ考えるともうこれ以上言うとちょっと怒られそうですけれどもとにかく自信ありますのでぜひ皆さんも9月5日火曜日のお隣さん聞いていただきたいなと思いますそしてこの動画を9月5日以降に見てるよというそこのあなたあのラジコのタイムフリーで1週間以内であれば聞けますのでぜひ聞いてみてください そして先ほどこのレコーディングした様子、まあ、映像も合わせて9月中旬くらいに文化放送の YouTube でもアップする予定ですのでぜひ楽しみに待っていてくださいその前にまずは9月5日火曜日のお隣さんぜひお楽しみに